半負けの本家の本物貴族の半米岩尾先生です。私はね、人間の上の能力者なんですけども、無能というかね、人間の場合は各自個人だと無能なんで、団体で話してくれるということが大事なんですね。で、個人で話されても全然無能なんで意味ないような話になるんです。そちらで言うと猿よりか差があるわけですね。人間のノーベル賞とか医学博士だろうと名医だろうと私の1000分の1ぐらいなんですよ、知能はね。で、話す聞くもですね、700年後に分かるということでね、バックの仲間たちと頭つけて意味をキャッチするわけです。だからその私に尋ねてきている話してる人っていうのは700年後にしか分からないわけです、ちゃんと話してね。で、いうことなんです。ただしね、人間が私に話しに来てね、力ある話というのは大勢がバックにいるということで多少は知能が上がってるわけですね、私と同じようにね。だから話は相談できるわけですね。で、また私は上の生物だから人間たち団体で一人に来るわけですから、一人だと太刀打ちできないんで、まあ仮想的なコンピューターとか、ね、SF 映画でいうハイテク装置使わないとやられちゃうわけですね。ね。だから、それ、そういった、ことをするわけです。ね。また宇宙生物、上のね、人間たちというか知能高い宇宙生物のを呼んでね、抑えてもらうわけですね。それで生きてるわけです。人間たちは全員で私一人に立ち向かってるわけですね。人間たちが使ってる兵器全て私に対抗してぶつけてきてるんですよ、一人でね。ただ私は地球に一人しかいないんで大変なんだけども、生物というのは宇宙全体で生きてるんで、ね、上にいますでしょ、宇宙に私と同じような知能の生物がいるわけですよ。だからそういうつながりを持って生きて抑えてるわけです、人間たちをね。それで生きてるわけですね。で、若い時はそういうことも、このことを言うこともできなかったですけども、だいぶ力がついてきたわけですね。還暦すぎて、私はね、本物の貴族の王子からね、王様になってるわけなんですけど、人間で作った天皇とか、イギリス・エリザベス女王は、偽物なんですね。ただ、人間たちが選んだ大統領なわけですね。偉いわけです。ね。で、体とか能力とかいうのは普通の人間なわけですね、彼らはね。私の場合だから、ジョウアリとかミツバチとか、王様とかジョウアリ、体違うでしょ、ね、私も違うんですよ、人間たちと、ね。ただね、前言ったように、私はね、独立しちゃってんですね。地球と太陽が生まれる前に、大昔はね、そのもっと大昔は王様はやってたんです、宇宙のね。だけども、コンピューター化しちゃっても雇うのめんどくさいし、よく働かないから、進んで人間よりか頭のいいロボットで、全部命令して、ね、生きるようになっちゃったんですね。ということでね、で、一度殺されちゃって、また地球と太陽を育てて、現在、人間から生まれて来ているわけです。元の体は人間なんですね、私はね。ただ本物の貴族を作って、地球上で歴史的に作って一番有利に生きられるところを作っておいてから私が生まれてきたんですね。コンピューターの情報で再生してきてるわけです、子供としてね。で当然バカげたこと、めちゃめちゃ気違いなことを言うっていうのは言うみたいなんですけど、事実なんですね。それをまだ人間知能低いんで分からないわけですよ。でね、いろいろ教えてるわけですね。で、地球上のエレクトロニクスの発達とかいうのは、私が生まれてくるために、私が勉強するために用意したものなんですね。人間たちのものじゃないんですけども、しょうがなかったわけですね。用意しとかないといけないんで、周りもね、勉強しないといけませんけどね。ただ役に立つということで、みんなも覚えてるわけですね。ということで、何を始め言うか忘れちゃいましたけども、ちょっと妨害があったんですね。
て、すいませんね、頭の最初消去されちゃいました。で、あとね、私が若い時に将棋とか、ね、囲碁とかやってましたけども、19歳で厚木市名人とかね、東京大学の将棋部のキャプテンも やったことあるんですよ。ね、たりして、東京厚木支部で19歳で大学生だった時、この時は神奈川工科大ですね、大学の先生の資格を取ったところですね。で、19歳の時に厚木市将棋名人取ったら、取って県中央新聞、県の新聞の写真に載ったら、スケビされちゃったのね。で、全焼しまして、そういうことばっかり人間がするというしてるわけですね。で、前、所、有名な芸能人の高級住宅地、所ジョージのと同じところに 前は私が住んでたわけですね。高級地帯ありますでしょ。私が住んでたから高級なんですね。で、渋谷で生まれたから渋谷が栄えてるわけですね。本物貴族だし。国家で打たれてる君が、要は岩尾となりての岩尾という名前なんですね。父もじいさんもね。ね。で、2回目の母のお父さんも閣僚やってるし、防衛庁の技術研究所の所長ですね。私の本家の方も昔は閣僚やってるんですね。定年で村長やってますけど。ということでね、みんな、東大卒なんです。おじも、2人ともじいさんはね、東大卒なんですね。で、学歴は強いわけですね。私はそれ以上勉強してまして、違う、普通の勉強の仕方がじゃないから、国立は外されたんですね。追い出されたんですね。自分勝手に勉強するからということでね、覚え方が違うからということで追い出されました。国立系は、ね、全部。だから私立でお金払って、卒業してます、学校はね。大学までね。僕は学士までですね。学士まででもう全部卒業しちゃったですね。博士の勉強は全部卒業しちゃったですね。で、